ただけるような踊りをしていきたいと思います。どうぞご声援のほどよろしくお願いいたします。ここでお一つお知らせが、8月24日に関門よさこい大会、中国九州よさこい大会が開催されます。門司と下関をフェリーで行き来しながら美味しいものも食べられる楽しいお祭りとなっております。ぜひ皆様ご参加していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは演舞に参ります。白玉船長構え。白玉船長